あの屈辱は15年前か。最大最強の飛空戦艦アグリウス率いる大艦隊による電撃的侵攻作戦。この一手でモードナの銀類港を抑えることでエオルゼア併合を確かなものとするはずだった。だが上昇無敗の我が艦隊の前に現れたのは天を覆い尽くさんばかりのドラゴンの群れ。そして現出せし源流ミドガルズオルム。相打つ形で仕留めたもののアグリウスは落ち、我らは軍を引かざるを得なかった。